日本代表は19日、AFC アジアカップカタール2023のグループステージ第2節でイラク代表と対戦し、1-2で敗れた。ゴール動画テキスト、サイドを崩され、日本代表の失点シーン大会初戦のベトナム代表戦を4-2で勝利した日本と、同じくインドネシア代表戦を3-1で制したイラクによるグループ首位攻防戦。 日本の森保一監督はベトナム戦から中村慶斗と細山尾に代えて久保武英と浅野拓磨を起用する先発に選手を変更して臨んだ。中東開催ということもあってスタジアムの雰囲気がアウェー状態となった日本は、立ち上がりからイラクの攻勢に合うと、5分に先制を許してしまう。ボックス左のアリジャシムがクロスを入れると、これを GK 鈴木サイツヤがパンチング。 ゴール前に流れたボールをアイメンフセインに頭で押し込まれ、早々に得点を許した。ビハインドを背負った日本はここからギアを上げて反撃。右サイドの伊藤淳也のスピードや最前線の浅野の裏抜けを生かしつつ、同点弾を狙う。31分には久保のスルーパスからボックス左に抜けた浅野が、正面で伊藤が走り込んでいる中でシュートを選択。しかし、このシュートは枠を捉えられない。 しかし、前半終盤に再び巻き返された日本はアディショナルタイム4分にも失点。カウンターから左サイドでクロスを入れられると、正面のアイメンフセインに頭で合わせられる。GK 鈴木が触るも引ききれず、2失点目を喫して前半を終えた。ハーフタイム明け、森安監督は谷口翔吾に変えて負傷明けの冨安武宏を投入。前半同様に厳しい戦いが続く中、 56分には左サイドを突破した伊藤がクロスを上げると、正面の浅野が倒されて PK 判定を得る。しかし、これは VAR の結果、取り消しとなる。同案率や上田綺世を投入して攻撃への比重を強める日本。森安監督は旗手レオ、前田大然も送り出し、4-1-4-1に不陣変更して1点を奪いに行くも、イラクもタイトな守備対応を継続。 後半アディショナルタイム3分には騎手が蹴った左 CK からファーサイドの遠藤渡るがヘディングシュートを叩き込んで1点を返すも反撃はここまで終盤の猛攻も及ばず1-2の敗戦を喫したグループ D はこれでイラクが2連勝で決勝トーナメント進出決定昨年6月からの連勝も10でストップした日本はこの後 24日のグループ最終節でインドネシアと対戦する。